シンスンフンは韓国、大田出身の韓国を代表するシンガーソングライター。身長173センチメートル、体重65キログラム。1990年11月1日、自ら作詞作曲した微笑みに映った君でデ,デビュー。いきなり140万枚の大ヒットを記録し、それ以降8年連続でミリオンセラーを記録。アジアで、 最短期間1400万枚、販売、14週連続1位など数々の記録を持ち、バラードの皇帝、国民的歌手と呼ばれている。1992年、見えない愛で SBS 人気歌謡の14週連続ヒットチャート1位という記録を達成。この記録は韓国ギネスブックにも登録されている。1996年、僕より少し高いところに君がいるだけで、 ダブルミリオンを記録。この曲は2005年に映画《レンリの枝》の主題曲となった。2001年、サッカー日刊、ワールドカップ開催記念アルバムプロジェクト 2002The Monsters に参加。2003年、映画《猟奇的な彼女》の主題歌《I Believe》が大ヒット。日本でも知名度を上げた。日本のバンドチューブの韓国公演にゲスト参加して以来進行がある。 2004年10月9日、大阪10月12日から13日東京で、初来日単独コンサートを行い、日本のメディアからも高い評価を受け、2005年7月6日、日本デビューを果たした。ありがとうございます。